マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。痩せたいけど筋肉が落ちただけで脂肪が全然減ってないなんて嫌ですよね。そこで今回は運動が苦手でも大丈夫、筋肉は落とさず脂肪だけ減らす食事法がわかるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ、脂肪だけ減らす食事法をお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの食事法脂肪だけ減らすことができるのでしょうか、そのポイントと、2つ目、脂肪だけ減らす食事法、具体的な方法をお伝えしますね。では1つ目の項目です。なぜこの食事法で脂肪だけ落とすことができるのでしょうか、その痩せるポイント3つあります。1つ目、あなたの腸内環境を整える食事法だからなんですね。腸内環境がお悪いままだと、もうどんなに頑張ったってもう無理です。待っているのはリバウンドなんですね。なぜかというと、あなたが一生懸命食べたものが腸が悪いままだと消化吸収できないので、食べても食べても栄養不足、結果決して健康的に痩せることができませんよということなんです。では2つ目のポイントはこちら、脂肪燃焼ということで、今回の食事法で使う食材自体が脂肪を燃やす力が、ね、高い食材を使っているからなんですね。お楽しみに。では3つ目、栄養バランスです。痩せる子の食材に掛け合わせたいろんなものを摂ることで栄養バランスが整って、さらに脂肪燃焼効果を促進させる効果があるのがこの食事法のポイントになります。では2つ目の項目です。脂肪だけ減らす食事法、具体的な基本の1、2、それからその後に、じゃあどういったものをどのように食べればよいのかというポイントにまとめてます。ぜひ最後までご覧くださいね。では脂肪だけ減らす食事法の基本その1です。こちら、カロリーよりも質なんですね。ダイエットというとね、もういかにカロリーを控えるか抑えるかっていう方多いと思うんですが、それよりも何も質の方がもう今は大事なんですよというのがダイエットの主流になっていますよね。それほど栄養が大事なわけです。そこで、ではどうすればよいのか。脂肪を燃やすための基本の栄養素はこちら、タンパク質になります。そしてね、こちらが厚生労働省の国民健康栄養調査によりますと、成人男性の方 60g、 成人女性の方は 50g、 1日あたりしっかりとタンパク質を摂りましょうねというね、こういった基本の情報が届いているわけですね。でもいかがですか、実際1日で 50g 摂ってって言われても、こういちいち測ったりしませんよね。見たりとか、私もそうです。そういったのでね、難しい。なので大体のバランス、多品目を合わせたら1日約 50g になりますよっていう、その指標がありますので見てください。例えば牛もも肉 100g、 19.5g のタンパク質、納豆1パックで 12.4g、無調整豆乳、まあ、コップ1杯分ですね、 200cc が 8.3g、 卵1個で 8.6g なので、例えば朝昼晩ですね、それぞれお食事の中にこういったタンパク質、まあ、4種類摂っただけでもタンパク質合計が 48.8g は摂れちゃいますよってことですね。では脂肪だけ減らす食事法基本その2はこちらです。先ほど基本1でお伝えした栄養素、タンパク質めちゃくちゃ大事というお話プラス、だからといってタンパク質ばっかり、例えばね、サラダチキンばっかりとか卵ばっかりとか、そういったことではないんですね。それだけ食べても脂肪の代謝は促されません。なぜかっていうと、サポート役です。これが必要。それが何かっていうと、救世主がこちら、ビタミン B6 を含むものをしっかりとタンパク質をセットで食べましょうということですね。このビタミン B6 があることで筋肉へ合成させるので、こう助けてくれますから、筋肉量も増やすことができますし、また代謝を上げてね、脂肪燃焼効果を促してくれるめちゃくちゃ大事な栄養素ですから、タンパク質自体というよりはタンパク質プラスビタミン B6 をセットで食べること、これが筋肉量も増やしてくれて、しかも脂肪をどんどん燃やす力も加速させますよっていうことです。
このビタミン B6 はね、一体どんなものに入ってるのっていうことでもいろんなものにね入ってます。まあ、要はね多品目バランスよく召し上がったら大丈夫。例えば肉、魚、野菜、果物、海藻や雑穀類、まあ、玄米とかね、そういったものをこうバランスよく、まあ、要は和定食のような一品一品バランスよく取れていれば大丈夫ですか。そこまでストイックにならなくても OK です。ではここから脂肪だけ落とす食事法、具体的にどんなことに取り組めばさらにその効果をアップさせることができるのかというその具体的な方法を5つご紹介していきます。まず1つ目はこちら、お肉の取り方ですね。脂肪燃焼する効果の高いお肉のランキングということで1位から4位まで上げています。1位はね、もう何と言ってもラム肉なんですね。まあ、でもね、いかがですか、ラム肉なんて言われてもなかなかね手に入らない方も多いと思いますので、まあ、時々チャンスがあればラム肉積極的に食べてみてください。では2位はやはり牛肉ですね。よく牛肉の、まあ、赤身肉はダイエットに効果的っていうねことをご存知の方も多いかもしれませんね。そうなんです、赤身肉は脂肪燃焼効果が高い、しかも太るもと糖質量がめちゃくちゃ低いのが赤身肉になりますから、ぜひね肉イコール太るではなくて健康にもなります、適用でしたら。なので牛肉でしたら赤身肉召し上がってください。そして3位は豚肉になります。豚肉もね、あのビタミン1が豊富なので、これまた脂肪燃焼効果にねめちゃくちゃ大活躍する栄養素なんですよね。なので、まあ、豚バラ肉のこう脂身がいっぱいっていうよりはヒレ肉とかもも肉とか豚肉もやっぱり赤身肉の方を選んでいきましょう。そして4位は鶏肉になります。やはりね、鶏肉といえば高タンパクで低脂質というところが魅力ですよね。しかもあのコスパもいいですから、ぜひね積極的に鶏肉も召し上がってくださいね。おすすめは鶏胸肉とかささみ肉になります。では次に2つ目です。お肉もいいけれどもお魚だって大活躍しますよ。やはりね EPA、DHA という、まあ、オメガ3系のものは体内では作ることができませんから、しっかりと体外から食事として取り込むこと、これすごく大事。そうすることであなたの腸内環境が整ってやっぱり痩せ体質になるんですよね。でしかもあの LDL コレステロール値とか中性脂肪値を下げる効果もありますから、こういったコレステロール値が気になってらっしゃる方はやはりお肉もいいんですが、魚も積極的に召し上がった方が丸です。おすすめとしてはイワシ、サバ、サンマなどの青魚系ですね。では次に3つ目はこちら、良質な糖質を適量取りましょうということですね。おすすめは玄米や雑穀米などの穀物類を適量取ることです。なぜかというと、やはりこういったものは食物繊維が豊富、あなたの食欲を抑えてくれたり腸内の善玉菌を増やしてくれて、結果痩せ体質になりやすいからなんですね。でまた太るもと血糖値の急上昇も緩やかに上昇する食べ物です、白米とかに比べてね。ですからその間脂肪を溜め込みにくくすることもできるんです。ただポイント、おすすめはこういった糖質類はですね、やっぱ朝昼中心に召し上がっていただきたいんですね。夜がっつり食べてしまうとやはり活動しない時間帯ですか、全吸収なので太ります。ですからポイントは食べてもいいけれども適量を朝やお昼までに食べ終わることになります。そして注意なんですけれども、この良質な糖質の中に精製された小麦でできたようなパンとか麺類、うどんとかパスタですね、そういったものは含まれません。なぜかというと精製した小麦でできたものは腸が炎症してしまって太ります。でそもそも食べても消化吸収できなかったりイライラして鬱になったりって、そういったねやはりデメリットの方が高いので、ぜひ気をつけてくださいね。では次に4つ目はこちら、良質な水を摂ることになります。なぜで脂肪を燃やすのにお水って思った方も多いかもしれませんね。めちゃくちゃ大事ですよ、お水がないと痩せません。それぐらい良質なお水ってすごく大事。例えば天然水ですね、便秘がちな方は硬質、便が緩い方は軟水の方ですねを選んで飲んでください。でもとにかく脂肪を燃やしたければお水です。
で特に筋肉なんかはですね、全体の 80% が水分ですね。なのでこの水分が不足してしまうと筋肉の状態がめちゃくちゃ悪くなって代謝が落ちて太るというこの負のスパイラルに入ってしまいますから、ぜひお水飲んでいきましょうね。私も1日に飲む水分量の約9割は天然水ですよ。もうそれぐらいお水飲んでます。でね、各臓器のエネルギー産出の時もめちゃくちゃお水ってね大事なんですよね。もう水です。まずはダイエットにはもう水が欠かせませんから、ぜひね、うわーそんなに飲んでないなっていう方はもうぜひ見直していただいて、天然水しかも冷たいのは NG ですよ。せめて常温か左右ぬるめのお湯で飲んでくださいね。でそうしたらね、体液の循環、要は血液とかリンパ液とかそういったものが巡るからこそ代謝が上がって痩せるわけですから、もうぜひ最低でも 1.5 から今も2リットルって言われてますよね。しっかりとお水飲んでいきましょう。そして最後5つ目は体温を上昇させましょうということです。なぜか体温がたった1度上がるだけで代謝が 13% も上がるわけですよね。すごいことですこれは。ですからお体が冷えてる方、基礎体温が36度もない方っていうのはもう頑張ってもなかなかね痩せることができませんよ。なのでぜひご自分の基礎体温もしっかり測っていただいて、あーなんかちょっとね体温低いなっていう方はぜひ温度ですね、体温を上げていきましょう。まずは例はですね、白湯とかが効果的です。お白湯を、朝1起き抜け飲みますと内臓が温まって体が温まって体温が上昇、燃えやすい体に朝からなれます。それが1日続くといいと思いませんか。でまた香辛料的にはですね、唐辛子に含まれるカプサイシンとか生姜のジンゲロールですね、こういったそのスパイスの力を上手に借りて、日頃ねなかなか体温が上がらないという方はこういった力も借りてしっかりと体温一度まず上げていきましょうね。さあいかがだったでしょうか。今回はせっかく痩せても筋肉量が落ちただけ、脂肪が全然減ってないっていう、そんな悲しいことにならないために脂肪だけ落とす食事法をかなり細かく具体的にお伝えしました。あなたができるところからで OK ですよ。5つのポイント、基本のその1その2ちゃんとしっかりとですね腑に落とすまでこの動画繰り返し見ていただいて、1つずつできるところから取り組んでみてくださいね。腸活は裏切りません。ぜひあなたのお体大改造していただきたいなと思います。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またね実際やってみてこんな風になりましたっていうご感想ですね、もうめちゃくちゃ励みになってます。ぜひコメント欄にいただけますと嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。